来ました。何ですか、うなぎさん。これは徳島ね。あ、こちらもっと行くとこあるでしょ。いや、違う違う、さっき言わせてください。え、もっと行くとこあるでしょ。雄大な自然じゃあね、こういうとこやね。こういうニッチなというかディープスポットというか、このコインスナック24、まあ24か分かんないですけど、センチュリーみたいに言うなもん。コインスナック24、こちらになんか珍しい自販機があるっつって。マジで？そう、すごいらしいね。もうすごいやん、やっぱこの自販機の数。この局所的に鳥の糞がすごい、局所的に。まあ上にね、スズメの、ここだけバババババババって言ったぐらい、ここだけここだけね、閲覧注意ですけど、もう一応見てください。確かに、ここだけね。こういうのもなんか懐かしいな。懐かしい、そう。今もないやん、味あんまり。昔あったけど、自販機、自販機ですけど、ちょっと全体的に見ていきましょうか。ほら、これ何ですか。コーラ販売してるんですかね。やって買ってみましょうよ。コーラの瓶や。うん、あ、コーラ以外もあるやん。ジンジャーエールとハイシオレンジ。ハイシオレンジ懐かしいけど、いや、ええな。ここはコーラやな。おう、一回行ってみよう。でもジンジャーエールがめっちゃ売れてる。ジンジャーエール、ジンジャーエールがめっちゃ売れてる。あ、ほんまや。コーラ全然売れてない。嘘やろ。全然や。こんなことある？コーラ嘘やろ。どれ行く？橋本さん、コーラ行く？いや、うなぎが飲みたやつでいいよ。俺炭酸飲まれへんからさ、もう。あ、ほんならいいよ、うなぎのハイシオレンジでいいよ。ハイシオレンジ、うん、来た、出た。こっから出てくんねや、すごいな。すごい、これ欲しいな。なるほど、いや、これええな。これ懐かしタイムスリップや。もっと全国にあってええぞ、これ。うわぁ、このパターン、縦パターン珍しいな。瓶やっぱいい。やっぱ俺だって一回瓶コーラいったやん。まあな、飲ましてもらって。俺花瓶にしてるよ今。ああ、いいや、おしゃれや。これおしゃれやで。でもそんなとこ置くな、お前。いや、そこは関係ないやん、もう。そこ別に舐めへんやん。ちょっとぜひ、ちょっとドリンクレポ。いや、いい、俺いい。あ、いらんの。うん。これ飲むと思うやろ。これ飲むと思ったけど、え、こういうのいらんの。いい、いいって、すごい、すごい否定したやん。いや、もう知ってるし。知ってるけど、あんまないで。こういう自販機で。先どうぞ、先どうぞ。自販機のとこやねんから。うわ、俺分かってもうた、これや。そうやで、知ってるよ、もちろん。すごいな。缶切れついてるやん。うん、うわ、こうか。そうやで。このまま行くんや。そうやで。はい。うわ、気持ちいい。このままも行ってくれんねん。これ最高やもん。な。ゴミも出えへんし。すげえよ。いいね、やっぱりヴィンテージとこの時代ね。うん。冷えてるの素晴らしいね。な。どのタイプ？あの瓶さ。あ、口がこう飲むタイプか。こう半分だけ。いや、そっちや、それ俺は。そっちか。あ、全然飲めてなかった。でも他に出たんちゃうの、中から。いや、あんま。久々に飲んだら、いや、やっぱそれはもうめっちゃええ。全国の少年少女たちを熱狂さす甘みやから、うん、な。甘さでなんとかしてるっていうやつやもん、もう。いや、言い方悪い。瓶がいいのよ、この。ええな。俺、徳島コーヒーってあるの？すだちとかいろいろある。あ、なるほど。こういうのがだからもうならではや。お、阿波踊りね。阿波、阿波ライズ。ライズ？ライズね。あ、ライズか。阿波ライズ。そのままこっちも行きましょう。ガム。え、マジで？10円、50円、100円、500円。ガム売ってんの？ガム。ガム売ってんの？めっちゃ種類豊富やん。でもこのタイプ、このクールミントだいぶええんちゃうか。これ懐かしいね、このパッケージは。梅や。お酒もあるけど。うまいな。ガムいる？ガムええわ。うん、爪もん、もうおっさんになってくると爪もんばっかやからさ。ほぼ爪もんやから、もう取れんのも嫌やし。清涼感っていうだけでこのアルプスみたいなね、まあ、まあな、この。まあ、出てくるとこ別に大体想像つくもんな、ガムは。こそ中やわ、ゴム。ゴムの自販機ってその違うゴムの。ゴム、そう、ゴム手袋なんやっていうね。急遽いる時ある。これほんまに。ゴム張り手袋の王様やっぱあるんちゃう。作業されるから、農作業とかで。そういうことか。うん、まあ必要な。ガチャガチャみたいになってね、ここ。めっちゃええやん、これ。これでもちょっと
ょっと故障中なんで、うん、ちょっと飲みながら行きましょう。そうやね。あでもこういうのやっぱいいね。銀シャリの YouTube はね、その無理して何か買ったりしないここなんです。そうやな、買えへん時買えへんもんな。徳島ついてめっちゃ腹減ってるんですよ正直、うん、徳島今日いっぱい食べるでしょ。だから俺もう何も食べてないですよ。橋本さん、おしるこ売り切れてるやん、珍しない。人気ないで有名よ、まあ、ていうかもう在庫そんな入れてないからな。あまあまあな、分母確かにな。それで人気と捉えるけど、そもそも入荷してない可能性もある。うわなんか懐かしいな、自販機もカロリーメイトってだいぶね。カロリーメイトでももう売ってるからね今。まあまあそうか、ここら辺はね。あコンポタッチ飲みたいね。あ出た出たね。うわ故障かい。うわうどんね。俺キーホルダーもの持ってるね、これ好きすぎてな。あるわこれ確かに。このまたええよな、これなのよ、これ好きすぎて。なんかなもちもちの木みたいなやつね、この懐かしいやろ、もちもちの木。いやイメージわかる。胡椒かい、俺これめっちゃ好きやね。味も最高やねこれ。考えみたいなやつよ。胡椒かい。これもここはないんか。なんかこれもなんかもうあったんでしょうね。パンとかな。うわ。珍しい。ラインナップ渋。渋。何これ。のど飴もあるよ。ラインナップの統一感な。ソフトサキイカ、もう酒飲みの。酒飲みは上にチョコアンパンあるし。そうやね。何これ。博多の塩あるやん。嘘やろ。一番上博多の塩やぞ。え、どういうこと？嘘やろ。塩な。塩で酒飲むんじゃん、うん、もう。マジで。あ、飴か。飴か。あ、飴かい。飴ね、よかった。塩の飴ちゃんや。塩飴ね。だ塩分が、うん、炎天下で。金ちゃんヌードルや、徳島出た。徳島のならではのやつやね、これ金ちゃんヌードル。でも全部売り切れてますね。うわー、ほんまや。カップヌードル薄いね。奇跡のカップヌードルよ、これ。年季がな。これ焼きそばも取ってください、焼きそばもね。なんかなんかうわー、ええー、なー、これ食いたいな。焼きそば食いたかったな、うん、そして出た、これですよ。ここがね、すごいらしいんですよ。カレーライス。若い頃の二角師匠。すごい。味覚師匠やで。これがまた全国にめっちゃ少ないみたいな。もう2軒ぐらいしかないみたいな。あったかーい。ご飯大盛り。ライス。すごない。すごいな。普通だカレーがもつよりカレーの方をさでっかい字にせん。カレーライス。お前あったかーいのテンションでお持ち帰りもできまーす。この顔も二角師匠といえばの鉄板の。確かにな、このないいね、このカラーも、うんうん、これ食べたい、これいける、現役バリバリ、これいけるやろ。300円。いや当時での、うん、当時300円やったんかな。いやこれもうちょっと安かったよな、安かったよな。これ何年もんやんこれ、ほんまにもうなんか伏せられてるもんな、このなんちゃらカレーっていうのも。そうで中辛中辛です、どっちも。なんでボタン2つあんねん、ちょっと話です。こっちでも売り切れてるわ。こっちしかないわ、もう。こっちから。行ったくらい。これちょっと行こう。これはマジで。いや、今日、サタプラでカレー食うたぞ。珍しく、サタプラが今日、ランキングカレーやったから。これ生放送出た後なんだね。300円。局所的、うん、局所的。300円入れました。すごい、未だに新発売。出た。おお来た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 。これはすごいぞ。どういうやって食うんか知らん。どういうことなんや。揚げるなんや。揚げるじゃなくて。うーわ熱っ中。熱いんや。え？熱気すごいぞ。マジで。えマジ熱いん。うわ。何これだ。これだけ。温かいうち熱い。熱っ。熱い熱い。ここで食べれるやん。ここ。こんにちは。出てきました。出てきました。これすごいですね。珍しいですね。何年もんなんですか、自販機。忘れるぐらい。よう、まだ動いてますね。いや、俺娘でちゃんと落とすだけだから。ベアリングがあかんなら大丈夫。ベアリングの話されてる。ベアリングがあかんよ、ならんなら大丈夫。ベアリングだったら案件な。西森さんの案件やな、これ。そうやな。出た、これ。うわー、ちょっと。これ熱いだろ。熱いです。熱いです。
どういうこと、これでご飯があって、あ、もう自分でかけれるようになってんねや。もう入ってます。めっこれのけてな、かけたらええだけ。行こう行こう、食べよう。いや、これめっちゃいいっすね、うん、ここで食うともうお父さんと向かい合ってる。お父さん、お父さんちょっとお父さん大丈夫です、ここお父さん、お父さんのことこれ食堂みたいになってるね。見ながら食うことになるから美味しく感じますけど、お父さんみたいな。あーしてる。あー、どうぞ。どうぞ。すごい、でもすごないこの、あ、湯煎せんでも、え、めっちゃ楽じゃない。めっちゃ楽、これいいぞ、ほんまに。かけるとうなぎ、うん、行こう。うまいかな。うわ、あー、濃い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 、うまそうやな、ちょっと。うわ、たっぷりやん、めっちゃええやん、このルーの。これ幼稚園とか小学校のお弁当でこれ持ってきたヒーローやで、なあ。マジでこれでええやん、もう。いや、おるけど、そうやつ余すとこなく行きたいね、これね。そうそう、で、ルーがね、下に落ちへんように。そうそう、おいし、おし、スプーン、これ、いける。こんなもんがっつりない年頃やろ、お前。ちっちゃすぎるスプーン、マジで、覆ってないサイズと、マジで。これでもゼリーのやつや。これでももう一人しか無理やで、これ。いや、スプーン欲しいな。いや、無理、しょうがない。何してんの、お父さん。どこ見てんの。どこ見てんの。こっちから、こっちから撮って、こっちから撮って。何してんの。かっこええな、でも。ちょ、もういい、しょうがない、もう一人しか無理やで。スプーンないか。俺、なかったと思うな、箸とかあったかな。そうか。もう、お前行く、いいよ。いやいや、それはええの。託すよ。マジで、うん、行かしてもうてええの。いや、絶対うまい、もうめっちゃうまそうに見えるわ。いい、ほんまに。うわ、すごいぞ。一応こっち残しといて、奇跡が起きるかもしれんけど。一応ね、じゃんけんする、一応。あ、ほんまや、じゃんけんしようよ、そんな。だってそれゴミ捨てれんちゃう。あ、でもこれ2つするか。あ、そっちある。あ、そういうこと。おー、どうした。ゴミ捨て思ったら結構みんなカレー食ってるわ。すげえよ。いや、あんま見るな、それ。なんで拾うねん。こいつなんやねん。めちゃめちゃカレー食うてんぞ。こいつなんやねん。ゴミ見たら。あんま見んなって、ゴミ。そう。いや、捨て思った時にカレーばっかりやと思って。最初はグー、じゃんけん、はい、よしよし。ごめんなさい。いや、よし、あれ。買った方がいいの。もう行っていいよ、ほんならと。マジで、うん、行くで、マジで。どっちとも食える時代じゃないの、もういいよ。めちゃくちゃうまそう。いただきます。うまそう。色がええな。美味しいっすか、やっぱ。カリカリになって食べてある。これかも食べてある。ちょっと家なくて。え、家では熱い。家では、あ、いや、大丈夫です。 今もいただきます。いや、ちょっと待ってくれ、これ、思ってるよりうまい。え、ちょっと、いけいけいけ、もう。いや、俺もう、正直、何やねんこのカレーって言おうとしてね。うん、めちゃくちゃうまいぞ、俺好きなタイプになって。これどこのカレーや、これ。どこのカレーかも、その無理や、奇跡や、もう無理や。どこでもないよ。なんか間やな。間？何と何の？バーモントとなんか違う種類のやつってあるやん。うん、あれの間ぐらいの味する。どうぞ。バーモントどうやろ、あれ。バーモントどうやと思う。バーモントカレーちゃん。今日改めて見てん。おう、俺もどうや思ってんけど、どうやったわ、多分。バーモントカレー、うん、バーモントカレー。みんなどうって言うけどな。俺も言ってたし。あ、これめっちゃうまいわ。いってって、ほんまにうまい。いってってめっちゃうまそうに食うやん。またそのスプーンがいいやろな。いや、うん、あの、なんや、文句言ってたけど、うん、ちょうどいい。いや、そういうことやと思うわ。その量がな、うん、これぐらいでええねん。一口、うん、自分のがっつきをなんか抑えてくれるっていうか、分割してくれるっていうか、なんかこのカレーがちょうどええ。あ、なんかこの弁当でなんか新鮮やな。へつって言ってるっていうか、うん、この容器もええ。普通丸い皿にさ、半分かかってカレーが半分ご飯や、うん、これ全面にさ、このグラタン、もうラザニアやん、もう。うまそう、なんかラザニア、近くってうまそうやな。そう、赤飯の感じやねん、これって。ほんまに、うんうん、デパート感。デパートの…デパート感はないよ。デパートでこんなん置いてるかも。うまいわ。こんなもん大学生とか300円で、この前こんなもん、お前あとそばとかな、カップ麺とか用意したら終わりや、これ一撃で。来るな、これは。
いまだに現役でも、お父さん忘れるぐらい、安すぎね、何年前かもわからん。これ300円はマジで安すぎる。当時もっと安かったんかもしれんしな、うん、いや新発売で、うわ、これちょっとわざわざ食べに行きたいぐらいうまいな。マジで、マジでうまい。もういいよ、食べて全部いいの。いいよ。あの、一応なんかスプーンなんか買いに行ってくれるらしいけど、うん、もう気にせず自分のペースで食べてみて、ま、じゃあもうスプーンが間に合うか、お前が食い切るか。そうやな、うん、これめちゃめちゃ、じゃあどんどん進んでまうわ。いや、行って行っていいよ。腹減ってるもん、もう食ってないやろ、うん、昼飯食ってない。なんか、うん、もう中華が程よくて、食べ終わった後にまた食いたくなるような、なんかこの、これよっぽど、これ分かるんですよ、相方として長年連れ添ってるんでね、うん、これあのー、中毒なるやつとてもテレビ出てるやつの発言とは思わないけど、まあまあ、別に気持ち分かる、別に、うん、マジで。いや、これはもうめっちゃ分かる、めっちゃ好きやな、うん、もういいよ、食べてもそこまでいったらもうええわ。めっちゃ好きやね。この一口もらう方が変やん。まあ、そういうこと、匂いで分かるやろ、大体このなんかこのカレーのやつね、あのペライレトルトじゃないやつね、うんうんうん、だって色がもういいもん、もっとなんか黄土色やん、しょぼいやつって。そうやね、なんかうまみとコクみたいなの出るね、うん、これ横でこの顔して撮らせていただこう。ごめん、梅真似大丈夫や、もう間に合わんかったわ、うますぎてる、ごめんな。いや、間に合ってんねん。いらんいらん、そんな、その一口一番うまくなさそうや。食うか、そんなもん。間に合ってんねん。うわ、そこ、そこお前、しかも、まんべんなくかかるからいいよな、四角やと。そう、寿司みたいなのになっとるやろ。なってない。ウニのな、ウニのあの海苔使わんタイプの高級な方ね。ユンキャンでいかんタイプの。ウニもうちは握りますみたいな。へつれへつれ。うわ、もう量もちょうどええわ。うわ、うん、食べたって感じするしな。夢詰まってんな、ハイシーオレンジのカレーと。いや、俺これやっぱ好きかもしれん。カレーうまいっす。めちゃめちゃうまかったっす。うわー、完食、ごちそうさまです。お父さん、やっぱちょいちょい窓から出てくるな、ボンボン。面白い。この弁当も使える人は使えるからね、まあ、洗ってね、持って帰ってね、から洗って、うん、家でな。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。すいません、まあ、安定の、我々の一回やっとく、久しぶりに一回やっとこうな、はい、やっとこう。やりたくなるよな、やっぱ一夢、1000円、はい、夢あるからやっぱりこれの横にこれがあるってい う, そうポケットゲーム、このなんかね、節操のなさがいい、うん、時代のコラボレーション行きましょう。ポケットゲーム出たからね、出たから。あ、ボタンね。そう、どこでも分かんない。なるほど、売り切れが2個あってカードで行こうか。カード強いやろ。任す、行きます。ちょっとしょぼかったな。はい、出た。軽いもんやな、なんかカレーガシャンって言うやん。カレーちゃう、あったかい。カレー嘘や。おぉ、でかい。いいね、いいね、いいね。これ探偵手帳これぐらいのサイズに入ってる。そうだ、うん、探偵手帳こういうの入ってるしかり。探偵手帳そうだ、うん、これ、え、これ大丈夫か、この商品マジで。めっちゃ怖いな。サイズ感も探偵手帳完全に、うん、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いわ、もう怖い、もうほんま怖いの怖いわ。うわ、なんか一等スイッチとプレジュー5あるぞ。そうやん、すごいやん。やられたなやられたべ。スヌーピーのブランケットや、やられたな。もういらんって、もう夏やのにこれやられた、これ一撃で1000円はちょっといかれたな。いや、ちょっと高いな、まあ、まあ、しょうがない、これゲーム性が。これちょっと外れ寄りやな。冬やったらありがたいけどな、うん、ちょっと中のゲームを覗いてみる。まあ確かに、そうだ、箱捨てれん。うわ、ちょっと、あ、ほんま文字であるやん。やっとく。え、これ見つけたら俺もやっていくやつになりたいね。あ、もうそれやっていくやつが。あ、なるほど、これ目に入ったら自分への使命として。そうそう、あ、いいよ。これ見つけた時はもうやっていく。あ、じゃあどうぞ。いい、はい。二台あんのも珍しいよな、でも言うても。はい。わ、これも売り切れ1個だけ。なるほど、
で逆に左角やね。角下っても手間。角下もあるか。対角線だ。角下。以後。うわ軽いな。軽いな。まあ、さっきブランケット軽くゴトンで落としてほしいな。そう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 。何これおもろつ何それ。うわあなんやこれ。光るな飛びやって。ええやこれええんちゃう。これまあええぞ。光らんよりはいいやろ。おまあな。これええんちゃう。さっきの汗拭いて。いやブランケットやろ。これありちゃうか。うわめちゃめちゃええやん。めっちゃいいこれは。あこれほんまにええわ。ええやん。あんま売ってないのだし。息子さん。うん、ほんまや。息子にあげよう。あええわ。ちょっとな仲間入ってもいいですか。あごす。これどっから入るんですか。もうここから入るんですか。斬新な入り口や。すげえ。お邪魔します。すみません。あうわ懐かしい。すげえ。うわいいですね。うわトラック野郎の。うわめっちゃあるやん。何これ。いやなんでこんなトラック野郎のポスター皆さん、あれじゃトラック止めはんじゃない、うん、これも何よパンティやったパンティやったでちょっとやらしてくれパンティめちゃめちゃ攻めてんだよこれアウトちゃうのもう今の時代のこんなしてたらまあ新品やからまあまあね取れるかなこれどんな感じやねん頼むこれは取ってほしいなおナイスパンティーおーナイスパンティーおーすげえ一発ナイスパンティーナイパンナイスパンティーすげえナイスパンティー一発でいった取れてた今いけてた一発でいったやん水色あ、顔だかあのこれね、うん、カプセルパンツだけ取っていや俺もう直で行かなあかんのこれ大丈夫これカプセルはもうカプセルあって切りちゃうこれパンティあるぞ入れててあ汗拭くやつでお前パンティやったみたいなパンティ俺ポケットねじ込んで大大らしいねこのこういうタイプのやつやんおばあちゃんとか履くタイプのやつやんめちゃくちゃおもろいいけたねすげえなこれすごないよう取れたな取れてましたいけましたこれ俺忘れんといてなそのあなんか俺助けてな今日もしなんか、うん、ポケットでなんか鼻かもってあっつって一瞬あのパンティー出したこの人パンティー泥棒みたいな覚えといてな俺のパンティーをほんまやさやな俺ノットパンティーって言おうとしたらほんまにゲットパンティーやったでゲットパンティーなんなんこれすごない一撃でなんなんこの機械ナイパンナイスパンティーすげえいやこれすごない橋本うまいやろうまいめっちゃうまかったナイスパンティーさすがやなまあ普通のねあとはスロットとかゲームとかゲームやったらそうねそうやねどうかやるでもこれややこしいんかまあまあまあやめうんこれはちょっともうやめとこやあこれ麻雀か麻雀やないいね脱衣麻雀や麻雀も握りっちょあんまこれ映されへんでもう多分ほんまや握りっちょあ麻雀か全部うわギリシャレアから反応してもらったうわこういうスペースね将棋将棋できんねやここでうわすげえわえルームランナーあるルームランナーなんで鍛えたりしてもいいよっていうことですよね。やりたかったらやっていいんですか。え動くんですか。動いた。ちゃんと動きますやんこれ。乗ってからこうしたらいいんで自分で。こうやってここ。で足くん自分の足そう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 。うわすごい。これに合わせて。はい。一番のアーケードゲーム何からギリギリやすごいなあの最高やなむしりまくってるやんサドルまた来ます絶対来ますわまたカレーがねもうハマっちゃったんだそうなんですよカレーまた食いにありがとうございますありがとういやありがとうございますありがとうございます
いいですね、ハイシーオレンジとカレーとパンティーと。なんなんこの3つパンティーなんなん。いやでも十分楽しめたんじゃないですか。おう、なんか俺ら あのチャンネルと一番なんていうんですか、そのシンクロ率は高いですね。高かったな。こういうのでいいんですよ。もうこういうのでいいな、はい、うん、珍しい珍しい。これだってないもん、どこにでもないよ。こういうテレビやったら大変。テレビは大変。ほんまにこんなのカレーとかあるんすか。ちょっと勘弁してくださいよ。カレーとかどうせ美味しないでしょとか言って、うんまっ。ってこれがリアルの、これがこれでいいんです感じやな。どうも銀シャリです。どうも銀シャリです。銀シャリの産地直送漫才、銀シャリの産地直送漫才、47都道府県巡り再開しました。再開しましょう。すげえねん、もう臨床せんねん。えねん、もう臨床せんねん。いやもうマジしてるやん。いやいや、めでたいですね。あ、めでたい。再開しましたよ。再開しましたよ。ちょっと止まってましたけどね。そうなんすよ、やっと動き出しました。47都道府県今まで10何件回ってきました。まだ全然残ってますよ、たくさん。まだ私の件はいつなの。そう、行くよ。行くよ。回り出しますんで。で、ご当地限定のステッカーもあるよ。で、その後、その件でしかできない、その県漫才も、そう、作ってお届けします。はい、ぜひとも地元の方はぜひします。ということで、ぜひぜひお待ちしております。銀シャリでした。お楽しみに。